がとう、サンタ君。封印術が有効なうちは、オルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。すべての力を出し切り、勝ってください。天を地を砕かん、ただ斬るのみ。舞い踊りなさい。バハムート・オルタ、創生神をかたどった詩吟の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクル、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。一緒にいたから知ってます。こんな終わり方は井戸さんが一番望まないはず。だからバハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。歌方に知る。君はリリスの強行の最大の被害者であり、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕に思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら目には目をってな。ルリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し時間をください。全力で行くね。元気よっ。花風薄紅舞。これは終末の光、破局をもたらす神の声、死んだ万象の断りを超越する力を持って、今このまで空の全てを破壊するつもりか。これがお前の望むことなのかよ。違うだろ。舞い踊りなさい。力の集積が止まった。しかしこれではまだ。やろう、ぶっ放してくるつもりだ。みんな私のところへ集まってください。みんなブリアの元へ。それ私が。それよ、良いもん。みんなを守ります。して転入していたのか。リド君のこの姿は、人の身に破壊神を宿した家。したがって存在権の主従は未だリド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、リド君とオルタの霊的なつながりを立てれば。もらっちゃわないようにしようと。いざ一位先進に前誇張時絶滅か。ユウくん、うん、わかったわ。待て、いつまでもいじけてんじゃねえぞ、イド。このまま世界をぶっ壊しちまったら、お前の心も気持ちも全部嘘っぱちだったってことになるんだぞ。ごめん。
体験を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってのかよ。姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。デラのためにバカ力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ。自分の本当の気持ちってやつを。ごめん、とシリエット変える自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんなんです。誰のものでもない、本当の井戸さん自身。思い出して、井戸この力で空もルリアもお前たちも。あの空間に開いた穴、そうか、オルタが本来存在している空間のゲート、核であり拠り所となる肉体を喪失したオルタ、こちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。こいつを倒し、リリスとの反省にケリをつける。ここは俺が、バイス、ブリューゲル、ひらめけ、ケイオスサイド、無造無造、お前は気に食わないだろうか。俺に与えた竜の力、
せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというなら、嫉妬、焦りも感じないものも。俺たちは歴戦の帰還者だからな。どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。もちろん、この空域でも。俺は感謝してるぜ団長と。お前たちと空の旅ができてることによ。私も同じだ。内容りなさい。空を守るため必ず勝つ。私たちの旅はここで終わりません。やっちまおうぜ相棒。手を持ってみんなで果たす旅の続きだ。偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子、汝の名は